前回の続きをやっていきますね。このね、パーティーを組んでるので、これでね、このドラゴンをやっつけたいなと思って来てきましたね。集めて帰ろう。城のみんなのために魚と彼のダイモンサイズが初めてっていうだけ。
来るとこれをやるんだよね。いつもやってることをやってやるのもしょうがないんだけどね。しびれクラゲまで近寄ってきてやっつけられてしまった。
帰ろっと。まだ遠いな。ちょっと食材を置いてこようかと思ったけど、Come on.
機構を作りたいんだよね、早めに。武器庫を作りたい。この下はですね、ここが下がってるんですよね。一段低いところ、一段低いから、この先は一応作ろうか。じゃあ低めで、ここにドアをつけて、ドアせいから、まあそれなりに水が漏れてしまうから浅くしようって言ってたのに。まあでもここに穴が開いたわけではないんだね。それでプールにしちゃってもいいんだけどね。また常夏プールにしたいところだけどね。ああ、毒沼の水なんだよね。今泥水になっちゃったよ。めんどくすせえな、めんどくせえな。綺麗な水だね。上から汚い水が落ちてくるのか。なるほど。じゃあちょっとここ一回泥水をもう一回吸って。
綺麗な水だ。下の水が汚いんだな。どっからか染みてきてる。この辺埋めちゃえばいいんじゃないかな。水飲み場って作れるかな。あ、でも桶がないからダメだね。バリケードと、これいたかな。忘れちゃったよ。武器庫。武器庫はね、早めに作りたいんだよな。武具が4個だよ。ご飯がなくて、食材を置いてあげよう。せめてみんなお腹空いてんだろうな。カニがありますよ、皆さん。フナ、カレー、酒もあげちゃうよ。
です。しかめんどくせえな。2番目に強いやつが鋼の剣に取り替えてくれって言われてたやつだ。確かどの剣も持ってきてくれって言ってたかな。ちょっと忘れちゃったな。どうのするか。今回はね、時間が来てしまったのでここまでにしようかな。では皆さん、さよなら。